カレーは飲み物。どうも、原田圭セムです。今日は勤労感謝の日ですね。もともとは新嘗祭という五穀豊穣に感謝する日だったとのことで、私も全国の美味しいカレーを作ってくださっている皆さんに感謝しつつ、今週も張り切ってカレー飲んでいきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田圭セムが全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、山口県福カレーです。フグの入った贅沢なカレーということで、これは個人的に期待大です。ちなみに地元下関ではフグのことをフクと呼ぶそうです。フクを呼んでくれそうで縁起がいいですね。早速調理していきたいと思います。今回は付け合わせに紅生姜と青のりを用意しました。完成です。今回はお好み焼き風に盛り付けてみました。いただきます。糸うまし。開けた瞬間にフグのいい香りが食欲をそそります。大きめのフグがなんとも嬉しいです。トッピングで振りかけた青のりが魚介とマッチします。紅生姜もカレーとの相性もグッドです。辛さはかなり控えめです。辛いのが苦手な方も安心ですね。ルーも結構さっぱりして飲みやすいですが、フグの旨味がしっかり入っているので個人的には大満足です。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは控えめ、ルーもさっぱりで飲みやすかったのでこの辺にさせてもらいます。今回の山口県で残りが36都道府県です。こんなトッピングもあるよという方、ぜひ教えてください。コメントお待ちしてます。今回紹介したカレーは山口県福カレーでした。高評価、チャンネル登録お願いします。次回は島根県島根合鴨カレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕ら